はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。モンスターハンタークロス、今回はライゼクスの狩猟をやっていきたいと思います。4大メインモンスターのうちの3匹目になりますね。で、こいつはまあものすごい一言で言うとリオレウスの雷バージョンみたいなまあそれで大体 80% くらいは、的を得ていると思います。まあ攻撃方法とかはね、やっぱり違ったりするんですけれども、もうリオレウスの雷バージョンと思っていただいて、まあほぼ間違いはないかなと。で、武器の方をちょっと変えてあるので、まずはスタイルですね。エリアルスタイルになってます。で、仮技をねどうしようかなとも思ったんですけど、まあとりあえず安全重視の絶対回避をつけてあります。で、エリアルスタイルの場合は、まあジャンプ攻撃が叩きつけになるんで、叩きつけからの前段発射を狙うという、そういう感じになるので、ガンランスの方が通常型に、しました。一応爆破属性が10ついてるんで、まあ、ちょっと攻撃面も期待はできるかなと。ただね、エリアルスタイルのジャンピング攻撃をね当てるのがなかなか難しいんですよ。まあ、自分そんなにエリアルでやってるわけじゃないんで。で、こいつはまあ特徴的な状態以上も特にないですね。まあ、普通の雷やられくらいになる程度で。で、まあ、3番目にこいつを持ってきましたけれども、ここからちょっと狩りづらいっていった印象ですかね。自分としては最初に戦った時はもう本当こいついつ攻撃すりゃいいんだっていうところでだいぶ苦戦しましたけど、まあ、今もねちょっと苦戦する時はあります。うまくいく時はうまくいくんですけど、苦戦する時は苦戦するといったそんな感じですかね。一番最初やった時はチャージアックスでやってたんで、もう一発当てたら逃げるみたいな、そんなスタイルでやってましたね。で、ガンランスの場合は例によってガードして接近してきたら攻撃をすると。基本ずっと張り付いてるっていう感じではないですね。結構動きもあるんで、ちょっとペイントボールを用意して、第9投げた。ほい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 、うわー、ジャンプできなかった。ジャンプのタイミングが難しい。そう、ジャンプした後にねモンスターがねどっか行っちゃうんですよ動いてて。で、こいつくらいのね大きさがあると、まあそこそこねノリもね狙いやすいんですけど、ドスランボスとかドスギアノスとかそういうね小型種なるとジャンプした瞬間もどっか行っちゃうんで、体が小さすぎて当てられないんですよ、そのジャンピング攻撃が。で、こっからそう、こうやってフルバーストにつなげられると。おりゃ、当たったんなで、ランスはそう、エリアルはこう前に突進するんで、結構ね使いやすい部類には入るかなとは思います。まあ、全部のエリアルを試したわけじゃないんであれなんですけど、このまま前に行ってジャンプして攻撃して叩きつけ悪くはないね組み合わせだと思うんですよね。もう来るね。こいつは結構頻繁に動き回るんで、1点当たったか。なるべく前段発射のために5発は貯めときたいけど、これはどうだ。おら、まあ、普通のジャンピングが狙えるときはそっちの方がやりやすいけど、こういうときにジャンプしてただ引きつけて OK。あと今回の、モンハンクロスは乗ってる時もマルチで攻撃しても大丈夫ですね。攻撃するとこのノリゲージが溜まるだけなんで、ダメージはその代わり通らないんですよ。で、ダメージが通らない代わりにモンスターもひるまないと。まあただ結構ね暴れるんで、回復したり研いだりするのもまあ一つ手ではありますけれども。あれ、なんで流撃砲が打てないんだ
こっちからジャンピングを狙えるかな。ほら、本当ね、暴れる君ですよこいつは。これね、結構ね、ジャンプ狙いやすいと思うんですよね。ほら、あー、ちょっと待って、今のはこうどっか行っちゃうっていう。おー、ほら、一応し、お、倒れてる。この倒れてる時とか、こう尻尾狙いやすいんですけど、切るまでにはね、いかない、至らないですね。いてー。あとジャンプしてる時結構ね、無防備になるんで、もうちょっと攻撃が来たらどうにもならないっていう、そういう印象もありますね。よーし、こういう時も狙っていけると。2回目、切れ味ちょっと怒ってるかな。火山流撃砲にしておいた方が良かったかな、絶対回避じゃなくて。ま、ただ自分はチキンタイプなんで基本やっぱね、守りに入りますね。守りに入るから多分ね、こう武器とかもね、ランスとかガンランスをね、好むんですよ。あー、間に合わなかった、ガードが。バインドボイスを食らったな。リオレウスだとはもうあの位置 100% 食らいますからね、炎。おいってちょっと回復に入りたい、ついでに研ぎたい。回復して、あとは研ぎたい。これは食らうか。うわー、絶対回復も間に合わなかったな。ん、なんだ、落としたのかでもそろそろね、移動しそうなって変なとこに張ってんだこいつは。ここで待ち構えてよ、さあ来なさい、そのまま降りてきなさい微妙に外れてる。もうちょっと地高寄れ、飛びそうこの猫ね、もうどうでもいいところに罠張りますからね。まあしょうがない、戻ってきた時にあることを祈るだけだ。5分くらいでしたっけ、罠が持続するの。一定時間経つと消えちゃうんですよね。まあ張った瞬間に飛び去られるのが一番悲しいですけどね、自分の罠で。特に捕獲のミッションだった時とか次の罠が張れないんで、マジめんどくせえってなる。届くか、来るな、こっちに。狭い、狭いよここは。もう武器が落ちてきたか。やっぱりちょっと前段発射は激しいな、消耗が。まあ、攻撃のね、うお、威力が落ちるわけではないんだけど、どうしても斬撃の威力が落ちるんで。おら、おら、疲れてるね、痛い。おら、こいつ結構ジャンピング攻撃やりやすいな。モンスターによっては全然当たらないよってやつもいるんですけど、もう超連続していける。ひたすらジャンプ、もうこれがエリアだ。ちょっと狭い、狭い、広いところにおびき出したいけど、おびき出したいけど今はチャンスの時。
あ、怒った。もう一回、位置が悪い、位置が一回広いところに出る。 OK OK、 さあ来なさい。うー、来た、本当に来た。おっと、外したか、見てちょっと一回逃げよう、逃げて回復をして飛びたい。よし、いてー、どうしようかな、回復もしたいけどな。おお、食らったー、ピヨッター、下もほら、もう弱ってんな。おーら、ひたすら攻撃をする。くらえ、てかあいつどっか飛び立つ。ここが巣なんだけどな、4番に行ってくんないかな。飛び立ってもね、すぐどうせこっちに戻ってきちゃうんですよね。しかもよりによって面倒くさいとこに行ったな。できればここで決着をつけたいけど乗りたい、乗れればな、もう絶対こっちの勝ちなのに。もうこれはね、溜める前にジャンプするジャンプする、よし、うわー、いけいけいけ、弾が溜まってないな。一回入れるべきか、それとももう攻撃だけに。あ最近とどめ刺してねえな、うちの猫ちゃんたちが頑張ってる。でやっぱりね、ちょっとね、尻尾は切れないっすね、ガンダンスだと。尻尾を狙うともうだいぶ時間のロスになるんで、まあこれはしょうがないっすね。ソロでやってる時はもうちょっとガンダンスの尻尾を諦めると。はい、というわけでライゼクスの狩猟は、これで終了したいと思います。次回は最後の1体ですね。名前忘れちゃいましたけど、なんか炎のモンスターみたいなやつです。次回はそちらをやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。